テコ入れ？そう、このアニメが全然バズらないからテコ入れするんだって。急に何を言い出してんだお前は。バズらないって何語ですか？もうその辺はググって、まっちゃん。ググって？でもなんだかんだで UDC2 から助成金もらったり、柏の駅前でずっと流してもらってたり、丸いのモディさんでイベントやったり、進歩してると思うけど。そりゃ普段はサラリーマンの日曜プロデューサークッスーが頑張ってるからそういういいこともあるけど、そもそもネットアニメとして再生回数が1万もいかないって大問題でしょ。まあ確かに問題っちゃ問題だけど、そもそも論で言うなら当初の企画じゃクラウドファンディングで3話作ったら終わりだったんだから、別にいいじゃないの。クラウドファンディング？ダメだよそんなの。確かに全くバズってないけど、最近は柏市や他のところからも何気に期待されてて、駅前効果で認知度も上がってきてるんだから。だからこそテコ入れなんだよ。もっと多くの人に見てもらえるアニメにしなくちゃ。もういっそのことバズらないでどこまでいけるかやった方が面白いんじゃないの。糸井重里さんだってバズるはもう死語だって言ってたし。糸井重里さんって誰ですか？重里の言うことはもっともだけど、だからって再生回数は無視できないよ。やっぱり YouTube じゃなくてニコニコ動画メインの方が良かったんじゃないかな。サブカルの人の需要はあっちの方が高いし。箱の問題じゃないでしょう。大切なのは中身と宣伝の仕方じゃないの？まずは話をもっと短くしないと。今の若い子たちは短い動画に慣れてるから。ツイッターのフォロワー数は増えてるんだけどね。動画をツイッター上に載せても再生回数は増えないのが問題よね。あの皆さん一体何の話を。まっちゃんもオウム返しばっかりしてないで何か意見ないの？あ、そういう話とは別なのですが、私皆さんにお伝えしなくてはいけないことがありまして。何？実は私留学することになりました。留学？ええ、ですから皆さんと一緒にいられるのはあと少しなんです。そんな、なんとかならないの？こればっかりはどうにも。ちょっと待ってよ、ただでさえファンが少ないアニメなのにキャラクター人気1位のまっちゃんまでいなくなったら困るよ。私も皆さんと離れ離れになるのは寂しいですが、永遠の別れというわけでもありませんし。本当は留学じゃないんでしょ？何か大人の事情があるんでしょ？ええ、確かに留学は鎌谷財閥のしきたりとして決まっていることですが。いや、そういう話じゃなくて。はい、じゃあここで一旦最終回にします。最終回？いろいろと中身に変更もあるし、話題性を作るためにも超普通都市柏伝説は今回で一旦終わります。テコ入れにしてもさすがにそれは急すぎるんじゃん。まっちゃん問題は？ストーリーを短くする改善案は今回からできるので、お話もここまで。ちょ、マジで？皆さん、今までありがとうございました。まっちゃん、閉めないで。新キャラも登場する新しい柏伝説もよろしくね。ダイブダイブ！マジで？私の友達私も普通だって分かってるけど、少しだけ特別みたい。
としてね。